福岡大学予想問題発音アクセント Welcome to GoCag、ok、Channel さあこちらの問題でありますあその前に、えー、福岡大学に関する動画をどんどん上げてほしいというリクエストがありましたのでそれにお答えする形で今動画を作っておりますさあ、えー、1の5のうちから最も強いアクセントの第一強制の位置が4つの 場合と異なるものを選びなさいというわけであります。今問題を出しております。解きたい方は、ちょっと画面を止めて解いてみてください。さあ、次の動画に、えー、次のスライドに移ります。はい、こちらでございます。Apply, apply, 2つ目です。から次は Exc Excuse, excuse. Excuse d という読み方もありますが、どちらにしても後ろが強いです。Ext end, extend extend、これも後ろが強い。Pro ceed, proceed proceed、これも後ろにアクセントがあります。強制があります。そして5番が reckon, reckon 最初が強いです。ということで異なるのは5番であります。さあそして2番。1 Achievement Achievement 2番目が強いです。2番、Commitment。Commitment。これも2番目が強いです。3番、Employment。Employment。これも2番目が強いです。4番、Instrument。Instrument。は1番最初。これが答えです。5番は Investment。Investment。真ん中が強い。2番目が強い。さあ、 Thank you very much. See you next time.